始めさせていただきます。ちょっと久しぶりで緊張してます。天気もなんか怪しい感じになって切りましたけど、負けずに行きたいと思います。あ、ギター研究所です。よろしくお願いします。じゃあ早速、青空、みんな多分知ってる曲かなと思います。もう曇りだけど青空、はい、はい、こんな、はい、はい、ブラウン管の向こう側、カッコつけた機兵隊がインディアンを打ち倒した。ピカピカに光った銃で、できれば僕の憂鬱を打ち倒してくれればよかったのに。神様には色を送り、天国へのカスポートをねだるなんて、のかけらもなく笑っているやつがいるよ。隠している、その手を見せていろよ。生まれたところや皮膚や目の色で、僕も乗っけてくれないか。行き先ならどこでもいい、こんなはずじゃなかっただろう。歴史が僕を問い詰める、眩しいほど
私の家政婦渚さんっていうドラマの主題歌のあいみょんの裸の心です。この恋が実りますように少しだけ
ありがとうございました。次々じゃあ行きたいと思います。次の曲、はい、私の大好きな曲なんですけど、スーパーフライの愛を込めて花束をっていう曲です。はい、景色とあの日と同じポーズで届けてみせてほしい。見上げる空の青さを気まぐれに雲は流れ、綺麗なものは遠くに綺麗なの。約束した通りあなたとここに来られて本当によかったわ。この込み上がる気持ちが愛じゃないなら何が愛かわからないほど愛を込めて
それでは、次、松山千春さんの凡庸という曲よろしくお願いします。ちょっとギターを貸してもらって歌います。いや、これがなんで、これね、はい、すみません、はい。何もできないと思い悩むよりは、せめて悔いのない時を送ろう。こんなはずじゃない、誰を責めてみても、すべて大切な私の人生、いつも歩いた私なりの日々よ、言葉にするほど幸せでなく、涙にするほど不幸でもない。人は同じだけ、風を感じている、同じ日差し受け、雨に打たれる、置いてゆくことも、愛を語ることも、人は同じだけ、夢を求める、いつも歩いた私なりの日々よ、言葉にするほど幸せでなく、涙にするほど不幸でもない。
今日は皆さんありがとうございました雨の中、まあね、まだまだこのジャンボリー、ね、まだまだ盛り上げていきたいと思いますんで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。アンコール、アンコール、アンコール。それではまあアンコールに答えて。いや、どうこれも。大丈夫。いいや。あ、これは大丈夫。こんな。今日から明日、明日大雨ですよ。計画を。それではすみません、アンコールに答えてもう一曲、いちご白鳥をもう一度の言う、ね、昔のね、映画ですけどね。白鳥
人だけのメモリー、どこかでもう一度ありがとうございます。